嵐オンリーワンアタック対するはウンピニースタジアム2階級、オムノイスタジアムでも2階級、3階級にわたってタイトル獲得力がある、現在スーパーバンタム級7位の男です、フィンサイアーム。小林さん、ガンワンレックがですね、はい、負傷して来日できなくなったと思ったら、ま、こんなのが来ちゃった、とんでもないやつが来ました。ちなみにガンワンレックは現在ルンピニースタジアムではバンタム級で8位でした。しかしフィンサイアームの方はスーパーバンタム級で7位です。階級が違いますがランキングは1つ上です。王者クラスとはもうほとんどトップ10は差がないそうですね。ね、メイベンターなんですね。チャンピオンって言われたら向けのメイベンターってやっぱりね、すごいですね。そうですね、小林さんから紹介がありましたけれども、うわー、飛び上がってのミドルキック、本場の人気メインイベンターです。楽しみでありますけどね。でしょうね、マッチスーパースター。そして小林さん、開始直後ですね、はい、2発ジャンプしてふわりと浮き上がってミドルキックを放ちましたね。背から胴へ、膝のあたりにストップさせる蹴りを放っていきます。お、強いミドル、すごいですね。まず小林さん、パスで客を覆ってますね。歴戦のムエタイファイター、この一撃で我々を黙らせてきたんですよね。そうですね、格闘技でそう見せるっていう、ね、格闘技で出せるものって、そうですね、一撃の凄みですね。凄み、そうですね、パフォーマンスじゃなくて、格闘技だけで、ね、出せるもの。インサイアームはこうして見る限りオーソドックススタイル、嵐の方はいつも通りにサウスポースタイルです。なんといっても全日本 VS タイ、そう申し上げますけれども、うん、対照戦の意義ありますよ ね、はい、ここまでは、まあ、打倒メーターに対処するのは嵐か、今任せたい男、 そうですね、そして頼りになる男が一つ先ほど勝利を収めました、ね、2勝1敗としています、はい。山本元気が前日計量のインタビューでですね、はい、自分が勝って、うん、いい流れで嵐にバトンを渡したいという、そんな意思表示もありました。流れはいいですよ。いいですね、はい、ノーガードの体勢、ノーモーションの蹴り、パンチ、ピンサイアームです。小林さん、一昔前じゃ計量計量ね、がっつり体重のできる日本人に現れてくるんで、はいね、さっきの元気もそうだし、はい、今楽しいですね、うん、そう考え、そうですね、ライト級あたりまではもう本当に世界のトップ、超激戦区、そんな評価は揺るぎませんでした。そんな歴戦の勇者たちと渡り合っています。なんとも頼もしい全日本キックの面々。右のダブル、しかし溝落ちのあたりにストレートパンチです。パンチのモーションから左ミドル、このテクニックで負けませんよね、嵐は。そして対ムエタイは12戦して5勝4敗3引き分け 4KO 勝利と高い KO 率でここまで来ています。嵐1ラウンド目が終了。全日本バンタム級チャンピオン、さあ小林さん、どうだろう流れ、どうですか、 SVG 所属、はいはい、山本元気の試合の打ち合いとは全く違った思いです。展開の中でも同様です。ラウンド、さあ第2ラウンド開始。小林さん、ムエタイが1ラウンドから2ラウンド一気に動いてくるというのも、あたりにローキック嵐、今も離れて一旦距離を取りますね。このサイド、待てろ待てろ待てろ、ここはドラブロ大丈夫なようです。小林さん、はい、足を使って目線を使って駆け引きをしてきますね。前蹴りです。今も足の付け根、うわっ
右ミドル動きを止めます。あれのバッティングセンターの一番速いプレーでした。小林さん、はい、何か本当にその奥深さ、いやらしさも感じさせますね、はい、思わず大会プロデューサーの小林さんももう今見入ってしまっているという感じです、はい、ローキックも振り向くロー、止めて当てるロー、そして拳ももうどこから飛んでくるか分かりませんね。右ハイ、小林さん、はい、以前嵐のタイムへ、対ハイキックは食らってはいけない注意だというコメントありましたね。今日もなんか怖いですね。足を下ろすところ見ろ、足を下ろすところ見ろ、ミッド、どこから自分の波を作ってくるのか。右ミドル、いや強い、小林さん、はい、嵐サイドです。何が、動いた方がいいですよ、もっととにかくガチャガチャにかけました方がいいですよ。がっぷり蹴り合ってたらやっぱり、はい、ね、向こうのは全然強いんで、ガードの上からでも壊してきます。まあでも嵐に失職があるんでいつもそれだと思いますので、天下を膝です。そうなんですね、軌道修正を3ラウンド目4ラウンド目で大きく果たすことができます。対モーター右ストレート、見えないです、見えない、ハラシダウン、いやー日頃の戦いではクレバーさも際立つ嵐に対して、この男もそうです、ピンサイアーム耐えることができるか、あと15秒、小林さんダメージどうですか、左腰から崩れ落ちました。まあ、意識ははっきりしているんです。意識ははっきりします。目は死んでない。その闘志は目から失われていない嵐。しかし2度のダウン。早いな、なんかコンピューターみたいなコンピューターだな。そうなんですよね。コンピューターでボタンポーン出してパーン出して。はい、そうですね。いや、恐ろしいファイターです、ピンサイアーム。そして息はほとんど乱れていません。桜井さん、はい、現状ですね。いや、サイドからください。やつ以上に動かないから中盤戦へ、ラウンド3、技術とハートで負けない強さを持つ嵐、第2ラウンドに2度のダウンを奪われました。パンチによるものです、2つともそうです。さあ、とにかく動けという小林さん、左を当てる、体をひねってパワーを振り絞るかのような見事な左、速いなこいつ、速くて強い、ワンドームよ、いやー、ピンサーム、動け動け動け、小林さん、なかなか動けませんか。そうですね、動かせてもらえません。逃げることはできても隠れることはできねえぜみたいな感じですよね、はい、そして反撃にも転じることができません。思わず会場内は嵐コール、右上から打ち抜く、あまりにもあまりにも厳しい3度目のダウンです。小林さん、でも嵐の目が輝いたままなんですよね。そこに一縷の望みをつなげたい、でもパンチの雨あられ耐えろ嵐、動け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 、レフェリーが試合を止めてしまう、ひっくりともしません、嵐、いやー、陣営と歓喜のダンスはフィンサイアームソー、危ない尻チョークました、完膚なきまでに。そう、分かれ目は改めてどうでしょう。そう、どうなんだ。